いだ。バビロンの塔での日々を思い出す。人類よ。このセントフォンテーヌ旅行ガイドは列車で何回も読みました。ううん、面白くはないけど新鮮ですよ。ここに書いてある場所に興味があるんです。サード寮は定番の名所で、幸運校はもうないみたいですが、遺跡はまた別の趣があります。それから旧モルクの老舗も。この状況だと、もともと父さんとホテルファンフックに泊まる予定でした。僕はこっそり中で数日泊まりましたけどね。うん。僕たちに会った出来事の方が意味があると思う。将来、セントフォンテーヌを思い出すとき、きっとすごいことばかりですね。ありがとう、お兄さん。この本は本当に満ちている。これこそが終焉の光景であろうね。
自慢するな。人類はいつも自分の大切。本当の意味で命の美しさが分かる。新しい武器、珍しくもないようだね。人類よ、お前を崩壊に染めてやりたい。